岸シユタと平野紫シの飛べでの動向がファンの注目を集める中、諸説が飛び交う状況にあります。近年、ジャニーズ事務所から独立し、新たな展開を迎えるアーティストたちの活動が話題となっています。その中でも元キングプリンスへのメンバー、平野紫シの行動が注目を浴びています。特に、彼のインスタグラムでのイラスト投稿がファンの間で、 キシユタとの合流の匂わせ、と受け止められ、賛否両論が巻き起こっています。平野紫耀とキシユタ、ジャニーズを離れての新たなスタート。平野紫耀は、ジャニーズ事務所を離れ、アーティストプロデュース会社とべでの新たなステージに挑戦しています。2023年5月、神宮寺勇太、岸キシユタと共にキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を退場。 その後、滝沢秀明氏が設立した戸部での活動を発表し、個人のインスタグラムアカウントも開設しました。彼は2023年8月2日に、タブレットを使って制作した自身のイラストを3点投稿しました。これらのイラストは、夏っぽいものを描きたいなと思って、なんか人魚思いついたから描いてた、というコメントと共に公開されました。 これらのイラストの特徴は、人魚の後ろ姿を描いたもので、絵柄は共通していますが、背景の色がそれぞれ赤、水色、紫に見えるという点です。これについて、一部のファンは、この色が平野、神宮寺、そして9月末をもって、ジャニーズ事務所を退場する騎士の金プリ時代のメンバーカラーを表していると考え、 のの合流を匂わせてていいいるのではないかと推測しています滝沢秀明氏の滝沢イズムお踏襲一方で平野のイラストが滝タの合流を匂わせているか否かは定かではありませんがファンの中には士の飛べ入りを確定と捉える人もいるようです。滝沢秀明氏のインスタグラムでは 先月には空の色が赤、水色、紫に見える火山の写真が投稿されており、飛べ公式サイトの平野と神流寺のアーティスト紹介ページの URL が当初は https://tbe-official.jp/autist/j.h.k s, <noise> <S, <music> <S となっていたこともあり、一部のファンは合流を匂わせているのではないかと考えています。しかしながら、一部メディアで岸優太が吉本工業に所属する噂が報じられたことから、平野が岸の吉本入りを案に否定するために、合流を匂わせるようなイラストを投稿した可能性も指摘されています。 岸優太はまだジャニーズ事務所のタレントとしてソロ活動に専念中であり、そのため岸くんはまだジャニーズにいるのに、こんなにおわせは非常識だと思う、と平野の行動に批判的な岸ファンも存在するようです。戸べのにおわせ戦略を考える。戸部はこれまで様々な発表において、におわせ。 を戦略的に用いており、その手法は滝沢イズムとも称されています。しかし、その戦略は賛否両論を呼び起こしており、平野のファンの中には、潮君が炊金色に染まりそうで、ちょっと嫌だな、といった不安の声も聞かれます。 滝沢秀明氏自身は2023年7月31日の TikTok 生配信で今後基本的に全ての配信プラットフォームで楽曲配信をやると予告しさらに冗談混じりに寝ている家族の携帯電話を使ってエンドレスリピートで再生数を稼いでほしいといった趣旨の呼びかけをしていますこれに対しネット上では 家族を死活に巻き込めってことといった疑念が広がっています。政治団体ごぼうの党の代表奥野隆氏が滝沢氏との親密ぶりについて投稿したことも一部のネットユーザーから不信感を抱かせる結果となりました。これにより、タッキ金やトべに対するイメージが一部の人々の間で変わってしまったようです。 とべの今後の展開やアーティストたちの活動方針について、今後の動向に注目が集まっています。そして、平野らタレントがどのように匂わせ、戦略を駆使していくのか、ファンや関係者たちの間でも議論が続いています。 家族の形態でエンドレスリピートを呼びかける滝沢氏の発言についてはこれまでの戸部のスタイルとも整合するものであり、その戦略が今後も続く可能性が高いと考えられます。また、奥野隆氏の動向が戸部や滝沢秀明氏に対するイメージを揺るがせたことは、彼らが新たな視点から注目されていることを示しています。戸部は、 これまでのジャニーズ事務所の枠にとらわれない斬新な展開を試みており、その姿勢が一部のファンやネットユーザーからは称賛されていますが、一方で批判的な声も上がっています。今回の平野紫耀のイラスト投稿に関しても、その意図や背景には諸説あるようです。ファンの間での賛否両論がある中、 岸ユータファンの中には、まだジャニーズ事務所に所属している士の新たな展開を待ち望む声も聞かれます。最近のジャニーズ事務所を離れたアーティストたちの動向は、ファンだけでなく、メディアや関係者の注目を集めています。彼らが新たなフィールドでどのような表現を見せるのか、そして戸ベが今後どのような戦略を展開していくのか、今後の動向に注目が集まっています。 情報を追跡し、読者に迅速かつ正確に伝えていくことがジャーナリストの責務であり、私もこれからも情報の追求を続ける所存です。平野紫耀のインスタグラム投稿に関するファンの反応や、飛べの滝沢イズムに対する賛否両論を考えると、今後の岸優太や他のジャニーズ出身アーティストの動向が注目を集めることは間違いありません。 彼らが新たなフィールドでどのような活躍を見せるのか、その姿勢や戦略がファンや関係者の間で議論を呼び起こしています。今後の動向を注視し、読者に最新の情報を提供していくことが、ジャーナリストとしての重要な役割であると言えます。